函館丸復元船函館丸は幕末に函館奉行所によって建造された西洋式帆船。日本で建造された初期の洋式船の一例である。姉妹船の亀田丸とともに函館型と称され、大野藩所有の大野丸も同型船である。実用性に優れており、函館奉行の交代や日本各地の測量などに用いられ、亀田丸は ニコラエフスクへ渡航しての海外交易も行った。黒船来航後、安政元年の日米は新条約により、函館港は開港地とされ外国船の寄港が認められるようになった。幕府は、函館奉行に、外交、防衛問題の経験豊富な竹内康則と堀利弘氏を当て、函館の警備体制強化に乗り出した。竹内らは、 安政元年12月に武行所への蒸気船配備を、上進したところ、下田などで建造中の洋式帆船君沢方二隻の、甲府と函館での同系船建造を認められた。しかし、君沢方の開港を待つのでは、時間がかかりすぎるので、函館武行所は、洋式帆船を独自に設計することを決意した。これより、先の安政元年4月、函館武行は、 船大工の族豊治を奉行所の異国船、応接家重木に任命しており、洋式船の調査を行わせていた。鈴くは、停泊中の外国船に近づいて、洋式船の構造を無断調査しようとして、捕獲されていた人物で、その熱意が認められたのである。鈴くは奉行所の役人として、外国船を訪れては調査し、安政2年には、 辻松野城の造船所で和洋折衷構造のボート2隻の試作に取り掛かった。安政3年6月までに完成した試作船は性能良好と認められ、続くは船大工取りとして本格的な洋式船建造を担当することになった。この間、安政2年9月には4隻分の材木の調達にも出かけている。こうして函館の畜島で寄港されたのが、 スクーナー、函館丸である。安政4年7月に竣工した。武行の堀俊博氏出席の下で、浸水式が行われた。功績により、続と余地は、函館五用船大工投領に昇進した。なお、函館丸は、日本初の洋式船と説明されることがあるが、君沢方や、鳳凰丸の方が先行しており、事実ではない。 箱館丸の竣工翌年の安政五年、俗土余地は同じく筑島で二隻目のスクーナー建造に着手し、安政六年十月に竣工させた。二番船は、亀田軍にちなんで、亀田丸と命名された。箱館丸と共に、箱館製の洋式船ということで、箱館型と呼称された。なお、万円元年には、和洋折衷の新型船も寄港し、 翌文久元年に春行、俗土余地の名にちなんで、豊地丸と命名された。また、大野藩の要望で、川崎で、須原長七により建造予定の函館型三番線を提供することになり、これは大野丸として完成している。函館丸、亀田丸は、二本のマストに、主に重版を張ったに小スクーナーと呼ばれる形態の、様式ホグである。 これは先行の君沢型と基本的に同じであるが、函館型は全部マスと最上部に、王藩も備えている点で異なり、特にトップスルスクーナーと呼ばれる。穂の総数も8枚、内し9枚と多くなっている。函館丸の要目は、かつ改修によれば、長さ18件、幅島、南部藩の元仙道である上、沢浅吉の記録によれば、長さ24枚を、 幅5件余りとされ、全長96尺、龍骨長75尺、幅23.5尺、深さ18.8尺とする資料もある。トン数は56トンとの数字がある。また、同じ箱館て型と称しても、亀田丸は設計上の違いがあり、トン数も46トンと小型化されている。大野汎用の大野丸では、長さ18件、幅島、 深さ3件との勝つ回収の示す値と同じ記録がある。乗員数は、箱館丸の江戸への航海時に、先導以下27人との記録がある。別にしろ沢浅吉の記録によると、箱館丸の乗船定員は36人。船体は黒、赤、白の島に塗り分けられていたという、ボート3隻が搭載されていた。以上の、 箱館丸の設計は、ロシア人の指導に基づく、君沢型とは異なり、外国人の直接の協力を得ないで行われた。続都余人による、外国船調査のデータのほか、箱館の商人である、渋田里江門所蔵の要所も参考にされたという。なお、日本人による、洋式船の独自設計という点でも初めてではなく、法王丸などの先行例がある。 函館型二隻は、函館部業所の下で航海練習船や輸送船、測量船などとして使用された。操縦法は、俗豊寺の息子である、福士成豊とよが、外国船員から筆談で学び取っていたのをはじめ、寄港する外国船船員から指導を受けていた。後には、長崎海軍練習所や築地軍艦総連所で、教育を受けた者も,も乗船した。運用には、 箱館武行廃家の書術調べ書教授役だった武田綾三郎が中心的役割を果たしていた。箱館丸が安政4年7月に竣行すると津軽へ試験公開が行われた。安政4年11月24日には江戸へ帰る武行の堀利博が史上、先導の須山忠義以下の操縦で翌月に無事に到着した。堀は 速力に優れ、暴風雨にあっても船体が壊れず非常に堅牢な構造だったと高く評価している。性能面で君沢型を上回っていたとも言う。二番線の亀田丸も、春行翌月の安政6年11月には、竹内康則の江戸機関に使用された。その後、後退の森林奉行の派遣にも使われた。 1858年4月頃に、江戸を訪れていたオランダ商館長、ヤンドンケルクルティウス一行も、函館丸を目撃したようで、東京湾内に6隻の日本製に小半船が停泊しているのを見かけたところ、これを函館奉行も移動に使っているとの説明を受けている。測量航海では、日本各地を長期間かけて巡っている。前島ひそかも、 箱館丸測量役として7ヶ月の日本一、集公会を経験していた。箱館型は公益用としても、盛んに用いられた。測量や練習公開の際にも、昆布などのエゾ地の特産品を積んで、各地で売り払い、収益を、整備費用に充てていた。ある時に、亀田丸は、塩引き酒3000両分を積んで出版したところ、 仙台で米に買い替えて、江戸で7500両で、売却、一公開で4500両もの利益を得たという。特筆すべき点として、亀田丸は、海外への輸出貿易に使用されたことが挙げられる。これには、物資の乏しい函館では、外国船の物資調達で、物価上昇が懸念されたため、積極的に海外から調達を図ろうとする意図があった。 文久元年4月から8月には、軍事偵察を兼ねてロシア帝国領、アムール川方面への遠洋航海を行い、ニコラエフスクに寄港して絹や醤油などを販売している。水野正太夫を司令官、武田綾三郎を船長として、日本人乗員が乗り組んだほか、中箱立ロシア領事館付きのロシア人少年兵が、通訳として同行していた。イギリス人に、対応されて、 関東への交易に出たこともあった。なお、函館奉行所は輸入した帆船、県順丸を使っての上海交易も実施している。この他、安政年間には、函館丸を使って、西洋式の捕鯨が試みられている。函館には、外国の捕鯨船が寄港することがしばしばあり、ボンブランスなどの器具も入手できた。早くも安政4年11月の、 函館丸の初の江戸行きの際に、西洋式捕鯨の経験のある、ジョン万次郎を指揮官として乗船させる計画が出て、おり、実際に函館までは招兵されていた。翌年には、房総半島の鯨組である、第五組の第五新兵帝、修羅を同乗させ、武行の村垣のリマサが直卒して、エトロフ島やカラフトまで、調査公開と試験操業を実施している。 しかし、それ以上の進展はなく、後に第五組が独自に行った、北方捕鯨も失敗に終わった。函館丸は、明治維新後も北海道周辺で使用されていたが、明治2年9月に、カラフトのアイロップへ停泊中に、暴風雨に相対派、焼却処分された。1988年の、青函トンネル開通記念博覧会に際し、 箱館丸の復元船が制作された。博覧会後に、俗豊寺の子孫が買い取って、箱館市に寄贈。現在は、箱館港西布島で、陸上展示されている。ありがとうございます。